いらっしゃいませ。体内へようこそ。ボン、やっと一区切りついた。久々に餌以外のものが食えるよ。おとなしく部屋で待ってろ。面白いだろ、俺の顔。いえ、そんなことありません。何を想像してる？何も。いや、その顔は何か想像してる顔だ。惹かれた猫の死体か、腐った生ゴミか。あ、すいません。体操着袋なんて呼んだら。俺の名前はスプーンだ。君は大バカな子。随分変わった名前だな。体操着袋の優しいお母さん、羨ましいな。何か理由でもあったの？のものなんだ。ベデアルチンガ。母さんだ。顔色が良くないな。そっくりだ。フォンは俺にまともなスフレを食わせる気がないのさ。そのうちな。あげる。頑張って。